人特殊時計会社は1961年に創設されたドイツの時計メーカーである。航空機の軽基板をイメージしたクロノグラフを中心にンブランドにて製造・販売を行っている。創設者は第二次世界大戦でドイツ空軍パイロットとして軍部につき、1950年代には自動車ラリーでも活躍したヘルムート人。 ヘルムート人はパイロットの経験を活かし、パイロットに必要な時計とは計測機器であると考え、過酷な状況下でも使える精度を持った航空時計、腕時計モデル 156B を開発した。同製品は一時期ドイツ空軍に納入された実績を持つが、現在では用達されていない。ISM シリーズやモデル 142TI などの現行製品の一部モデルは、 ドイツの税関犯罪局、警察特殊部隊、消防レスキュー部隊、タイテロ特殊部隊、GSG-9 などが正式採用している。これらのモデルは計測機器であるために視認性を重視し、針や文字盤などが太くはっきりしたデザインを用いることが多い。新技術の導入にも積極的であり、シリコンオイルを時計のケース内に充填して高い耐圧性能を 実現するハイドロテクニックと呼ばれる技術やスタマグスと呼ばれる高い防治性能を持つ特殊ステンレスの開発アルゴンガス及びドライカプセルによるケース内環境の安定化等異分野の技術を取り入れた製品も数多く存在するその他乾燥剤を内蔵するドライカプセルをケースの脚部に埋め込みメカニズムを湿気から防ぐモデル 203Ti など 先進技術を積極的に採用している。1994年には、スイスの時計メーカーである、インターナショナルウォッチカンパニーのエンジニアである、ローター・シュミットが、ジンの経営を引き継いでおり、その後、ヘルムートジンは、自身の持つ数多くの時計のアイデアを実現するために1996年に、ユビラールウーレンを創設し、クロノシュポルトやギナーンなどのブランドで時計を、 製造している。その後、2006年に社名をギナーンと改めた。総代理店は株式会社掘ったこれまでは、日本の代理店である PX が、出版社である、ワールドフォートプレスの関連会社であったため、競合関係にある、他の出版社の雑誌などに取り上げられる機会があまりなく、メディアへの露出度が小さかった。2010年からは代理店が変更となり、今後が注目される。 もの307号、ありがとうございます。